お腹を引き締めたい方、今回のプランクはめっちゃ効きます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、膝をついたプランクの応用編を行っていきます。今回たったの20秒でお腹周りにガツンと効きます。最大のメリットとしては外腹斜筋にすごい効きます。腹筋をしっかりね使ってる感覚というのが身について、いろんな腹筋をした時に腹筋を締めるという感覚が上手になります。まずメリットなんですけども、腹筋全体に効きます。通常のプランクというのは腹直筋に主に効くんですけども、今回は体を少し動かしますので外腹斜筋も効いて腹筋全体に効かすことができます。次にプランクはですね、骨盤が前傾していると腹筋に効きにくいんですけども、膝をついて行うことによって骨盤を後傾させやすいので行いやすいです。次に骨盤を後傾させながらプランクを行いやすいので腰を痛めにくく腹筋に効かしやすいです。次に通常のプランクに慣れてくると1分2分3分結構簡単にできてしまいます。で、今回ねしっかり腹筋に効きやすいので時短になります。で、まずデメリットなんですけども、膝をついて体を少し動かしますので膝が擦れてね少し痛いかもしれません。できれば下に座布団とかクッションとか布団の上とか柔らかいところで行ってください。で、次に骨盤が前傾している、お腹が伸びてしまっている状態だと腹筋に効きにくいです。いわゆる腰が反れて骨盤が前傾していると腹筋よりも脊柱起立筋に効いてしまうので、お腹に効きにくいということがあります。ではやり方を説明します。通常のプランクはですね、足、手、肩幅で体を浮かして腰を丸めてお尻を締めます。これがこうなっていると脊柱起立筋に効いて腹筋に効かないといった感じになります。で、今回は手を万歳して少しだけ肘を手前に寄せます。で、膝、つま先つけて腰が反れたままじゃなくて腰を丸めて体を持ち上げます。ここで左右に体を振ります。そうすることで腹直筋だけではなく外腹斜筋にしっかり効きます。これを今日は一緒に20秒間行っていきましょう。時間の目安としては左右で1回1秒といったペースで行っていきます。肘の位置はできるだけ前の方が効きます。腰を丸めるほど腹筋に効きます。前ももが床からちゃんと離れて、このように前ももが床についてないようにして行ってください。では今から20秒間やっていきましょう。肘前に出して少しだけ手前に引きます。ではいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？結構効きますよね、20秒でも。腹直筋だけじゃなくて外腹斜筋にもね効きますんで、ちょっと効く部分がねやはり腹筋全体に分散されるので、腹直筋だけが効いたっていうね感じは減ると思いますけども、しっかりこれは効きます。おさらいなんですけども、腹筋全体にしっかり効きます。腰を丸めやすい、腰を痛めにくい、短時間で結構効きます。で、膝をねついたまま体を左右に振るので、硬いところでやっちゃうと膝が痛い、骨盤が前傾していると腹筋が緩んじゃってるので腹筋に効きにくい、しっかり腰を丸めてお腹を締めて骨盤を後傾させておへその穴を上向けるイメージやるとしっかり20秒で効いてくれます。外腹斜筋がねしっかり効きますんで、腹筋の横のねくぼみができたりとか綺麗な腹筋な形になります。お腹がねギューッと熱くなって痛いなーっていう感覚をキープしますんで、腹筋使う感覚がよく分かってですね、腹筋のエクササイズをした際に腹筋に効かすということが上手くなってきます。で、膝ついたプランクがですね、肘をとにかく前に出して体を浮かせるっていうやつと、体を前後に動かす
今回みたいに左右に動かす3パターンありますんで、まあよかったらですね、3つとも毎日行うことでお腹周りキュッと締まりますんで、やってみてもらえたらと思います。でそのね、肘を前に出し体を浮かす、体を前後に動かす、その動画を見てない方は一番最後にリンク貼っときますので見てもらえたらと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとシェアボタン、コメントもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。